ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレラ GTS 2018年式19,300キロ、こちらの車両になります。藤川さん、最初に謝罪させていただくとですね、今日完全に着てくる服を間違えました。なんで？ブラバスっていう出たというわけで格好がおかしなことになってるんですけども、はい、車はかなりいいんで、そうですね、はいはい、車を中心にご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回のお車、うん、少しいじり物ということなんですけれども、はい、非常に今、うん、911系の中古車市場がにぎわってるということで、はい、そうですね、供給荷がかなり滞ってたりだとか、そうなんですよ、買えないですしね、新車がね、はい、でそんな中で、うん、まあ、少しこう気が利いたぐらいにいじってあって、はい、軽めに、はいはい、そして故障も切れてますから、はい、まあ、新車だとどうしても、うん、ポルシェってこうカスタマイズするとこうディーラー入庫が、うん、はい、難しかったりね、難しかったりとかいろいろありますけれども、はい、まあ、その辺がいい具合にこう時間が経って、はい、まあ、いじりやすくもなってますし、はい、維持しやすくもなってますし、そうですね、でなおかつこうパーツも高いじゃないですか、うん、でそこをかなりいじってあるっていうのはいいんじゃないかと思いますので、はい、この辺のカスタマイズポイントも含めてご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、で今回のお車なんですけども、うん、なんとテックアウトのパーツが盛りだくさんということで、そうです、まずこのフロントのリップスポイラー、はい、こちらがテックアウトのリップがついているという、はい、2段になってるんですよね。そうですね、こっちとこっちということで、そう、こっちのね、うん、今回は全部このボディ同色で仕上げてる感じですね、はい、うん、はい、そしてあとはポルシェといえばオプションですから、ヘッドライトなんかはもう標準の HID の、そうです、はい、うん、これ意外にいろんなの見てたんですけど、はい、PDLS プラスの2段になると、うん、クラシックな感じとまた違うよねとかって書いてるのもあったりして、確かにね、確かにエクステリアのイメージ、うん、結構違ってくるなっていう、そうですね、はい、うん、でまあこの HID のタイプだと、まあ、一等のこれなんで、はい、割とこうクラシックな感じもありつつ、うん、雰囲気いいですよね、はい、うん、こんな感じのエクステリアと、あとは、はい、ボネットのエンブレム、うん、どうやらこれ前オーナーさんが社外なんですかね、だと思いますよ、純正ルック、はい、変えてあるみたいで、これ少し劣化が進んじゃってるみたいなんで、はい、これパーツ取って交換なってもできますよね、うん、そうです、はい、はい、大丈夫です。かもしくはテックアウトのエンブレムだけ出るのかな、出ると思います、はい、はい、というわけでテックアウトのエンブレムなんかにしていただいてもいいんじゃないかなと思います、はい、そうですね、いいですね、はい、そしてどんどん回ってみましょう、はい、横がなんと、うん、アメリカ製単造ホイール1221が装着されてございます、うん、かっこいい、これも買ったらしますからね、しますね、しかも今為替でえぐいことになってるじゃないですか、そうです、だからもう納期もね、そうだし、もともと高いアメリカ製単造ホイールがもう納期遅延も今重なっちゃってるし、はい、為替もとんでもないことになってるんで、ね、はい、まあ、軒並み値上がりしますけど、この辺だからついてるとお得度がかなりアップしてるんじゃないの、はい、でサイズの方は1インチアップの21インチということで、はい、GTS 20インチ標準ですもんね、そうです、幅の方もワンサイズアップして255、うん、はい、そうですね、そしてタイヤがミシュランのパイロットスポーツ、うん、はいはい、こちらは装着されてます、うん、バリ山ですね、まだ、はい、全然まだまだ、おそらくだから新車ですぐ交換っていう感じじゃないですよね、多分、あ、違うと思いますね、そうですよね、はい、1万9000キロ走ってる感じのタイヤじゃないですもんね、はい、はい、こんな感じのタイヤになっております、そしてホイールも絶妙なカラーで、かっこいいですよね、はい、バランスいいと思いますよ、まあ、いろんなやりようがあると思うんですよ、多分黒入れちゃってもいいし、はい、黒くしちゃってもいいし、うん、なんだったらポリッシュにされる方も中にはいらっしゃるじゃないですか、確かにね、だそんな中でこう、うん、あんまり目立ちすぎないという、はい、割と間違いない感じのこのスモーク系の、うん、でこれブラッシュドですよ、ね、ブラッシュドですね、目が残ってる感じ、はい、でこれインナーは黒く塗ってあるんですね、はい、だからダストも目立たないということで、はいはい、このリムも大きく見えるという、うん、こんな感じの組み合わせになっております。そして GTS なんで当然センターロックと、はい、うん、はい、で今回はブレーキキャリパー赤の、はい、そして GTS なんでもともと1センチダウンということで、うん、はいはい、こんな感じの足元になっております、はい、そしてあとはオプション、はい、電角ミラーが、そうですね、これあれなんですね、電角スポーツミラーって存在しないんで、そうなんしないですね、電角ミラーにするとスポーツデザインのミラーじゃなくなっちゃうんですよ、うん、はい、ここどうなんでしょう微妙だよね、どっちが微妙というか、そのこれが悪いとか、どっちがいいとかっていうことではなく、どういう方向性だったりボディカラーだったりとかっていうことじゃないですか、お客さんの、あとお乗りになる方の使いしようよと、はい、でも電角人気っすよね、すごく人気ありますね、僕全然必要だと思わないんですよ、はい、もう
前に乗ってたミニも、まあ、もちろん電角ついてるんですけど壊れてて、うん、全く必要としなかったし、まあ、駐車環境だったり多分よると思うんですよね、はい、まあありますよね、はい、まあ、都内だったりだとか、うん、まあ、自宅の駐車場なんかやっぱり畳めた方が便利だよなんて方はやっぱり必須アイテムだと思いますん で、はい、でこれ後からやるとなかなか大変じゃないですか、はい、そうです、はい、今回の車はなんとついてると。あとガラスルーフが、はい、珍しいです。これだから今回あの割とこうストリート向きの GTS で非常に豪華オプションいろいろついてるんで、はい、コーナーの向こうがついてる、うん、そしてあとはサイドスカートもなんとデッカートになった、はい、うん、これもだからなんかこう目立ちすぎずというか、そうですね、はい、純正オプションのなんか延長線上みたいな感じじゃないですか、はい、この辺もかなり乗りやすいポイントなので、うん、あとは被せですけどもちろんあの低くなりすぎてない、はい、意外にこのサイドの高さってこうスロープ上がってた最後のところとか、そうですね、重要じゃないですか、はい、で特にこう997からわずかですけどもホイールベースも長くなってるんで、はい、まあ、この辺のボリューム感はさすがテックアートっていう感じじゃないかな、うん、いい感じですね。そしてリアの方もこの味で、これホイールあんまりコンケーブはさせてないですね、多分させてないですね、わざと多分そうさせてる感じじゃないですか、うん、はい、一応ここ厚く取ってコンケーブはなだらかに、うん、はい、これもまあ好みだと思います、たる、はい、まあ、平らにしちゃうパターンもあると思います、うん、まあ、あとはもうポルシェリア結構コンケーブ多分取れると思うんで、はい、もうすっごい逆ゾリデザインを入れてるケースの中にあるじゃないですかそうですね、今回は割とこう、はい、まあ、デザイン攻めてる分、はい、コンケーブに関しては割とマイルドにしてあげてマイルドですね、うん、はい、でリアも車高ちょうどいい感じじゃないかな、はい、まあ、もう少し下げてもいいかな、かなと、まあ、使い勝手とその辺は両立していただいて、はい、で特にボンドの名古屋ですからプラスアルファもできますもんね、もちろん調整できるタイプの車高に変えたりだとか、うん、あとはロベルタカップつけたりだとか、そうですね、そんなのご相談いただければできると思います、はい、そしてリア、これリアが、うん、あのいろいろこう手が加わってるんですね、はい、あのまずここはもちろん僕あの下見でテックアウトと思ったんですよ、はい、結局 1.2 の特徴でもあるこのダクト、うん、これもついてるんですね、こう、そうです、これもテックアウトじゃないんですけども、車外のスポイラーがついて、はい、うんうん、そしてここまではまあオンしてあるパーツが分かるじゃないですか、ここも変わってんですね、そうなんですよ、これが混乱しましたあ、そうですか、はいはい、あれなんでこれ GTS、 彼らの GTS なのになんでここ4のこのガーニッシュみたいになってるのかなと思ったら、うん、あのこれ交換して移植されてる感じなんですか、うん、そうです、で元々 GTS って彼ら系と違ってバンパー形状が違うじゃないですか、だからこれが装着が可能ですよね、ここにこう黒いガーニッシュ、そうです、はい、この蓋が蓋というか埋まるタイプのパーツだったのを、ね、うん、この4の方、はい、でしかもこれちゃんと全部動作するようになってるってことちゃんとなってます、ライトつけるとなんとここが光ると、はい、でこっちのハイマウントももちろんついてるんで、まあ、両方いけちゃうと、うん、はいはい、これ詳しい人が見ないと分かんないですよね、うん、そうですね、はい、だ普通に彼らのエンブレムだけ見てしまうとあれこれ992なのみたいな感じになっちゃうんですよね、はい、混乱しました、はい、そしてエンブレムなんかはしっかり黒いタイプになって、はい、マフラーも出口黒いタイプ、スポイキ標準になるんですもんね、そうですね、 GTS なので、はい、でマフラーも手が加えられてるみたいなので音も後で聞いてみたいと思います、はい、続いて内装を見てみたいと思います、内装も豪華オプションということで、うん、まずスカッフプレートがカーボンでございます、はい、そうですね、そして内装レザーのパッケージも入ってるということで、うん、ドアだったりだとかも、はい、全部このステッチ入りのレザー、そしてこのレザーの色がいいじゃないですか、いいですね、この単色の、そうちょっと抑えてある感じの、はい、いい感じですね、これ真っ黒も、まあ、間違いなくていいと思うんですけど、うん、このワインのこのなんですかボルドー系の、ボルドー系この落ち着いてる感じとクラシックな感じ、うん、両立されてますよ、ね、はい、そして他パネル類なんかも全部カーボンで、これレザーのパッケージ入ってるということでピラーなんかも全部アルカになってる、はい、いいですね、いいですで GTS なんでもうスポクロも標準、はい、でスポクロだとやっぱりこのダッシュの、うん、このストップウォッチに目が行きますけども、ステアリングもちろんモード切り替え付きのステアリングになりますし、はい、あとはローンチコントロールだったりとかダイナミックエンジンマウントなんかも、はい、もちろんセットオプションなんで漏れなくついてくるということで、はい、こんな感じになっております、はい、続いて乗ってみたいと思います、はいはい、これ991からこの A ピラーの角度も変わってるんですよね、はい、変わってます、そうですよね、997より少し寝てるんです、うん、寝てます、はい、ただ前後は変わらずということで室内空間ほぼ一緒っていう風に、なんか足元のスペースが6ミリぐらい違うっていうのを書いてある資料がありました、うーん、なるほどですね、はい、だから改めていろいろ勉強すると違うところもあったり、うん、同じところもあったりということで、はい、で乗るとシートだいぶいいです、はい、いいですね、 14A の、はい、こちらのシートが、うん、はい、
わがままボディもしっかり包み込んでくれます受け止めてくれてますね、はいはい、そしてカーボンステア、うん、こんな感じで、はい、レザーもあまり使用感ないですね、わずかにって感じですかね。そうですね、でも距離の割には全然、はいはい、そしてしっかりクリーニングをされてますんで、あ、されてますんで、はい、こんにちは、良好でございます。で、うん、カーボン上下と、うん、はい、そしてレザーのパッケージオプションが入ってるということで、うん、ダッシュボードも全部レザー、うん、で今回の車はデジタルインナーミラーもついてるということで、はい、これ写りちょっと確認しましょうか、はい、オンにするとこんな感じで、うん、液晶兼ミラーになってるということで、あ、出ました出ました、うん、ポルシェどうなんですかね、結構リアの視界まあまあ悪くはないですけどね、うん、めちゃくちゃいいっていうわけじゃないですし、いいってわけでもないですしね、うん、あとスポイラー出しちゃうとこう少しこう下側も見えなくなっちゃうんで、確かに、まあ、この辺あるとまあ見やすいのかなっていう気はします。特に夜はね、はい、視認性が良くなるんで。そして今回の車はドライブレコーダーも前後でついてるということ、うん、そうです、はい、そしてオプション、はい、やってまいりました。シートヒーターも今回ついております、うん、はいはい、そしてオートエアコンも当然ついております、はい、でスプレー機標準ですよね。標準ですね、はい、PSM も標準、標準です。でガラスルーフはこんな感じで、うん、はい、うん、シェードの開け閉めから、はい、うん、ガラスの開け閉めもできるようになってございます、はい、そしてもうこの辺は僕が紹介するまでもないんじゃないかなと、はい、アームレストの中と、うん、はい、ドリンクホルダーとグローブボックスと、はいはいはい、おさらいという感じでこんな感じになっております、はい、ですね、はい、はい、こんな感じです、うん、はいはい、続いてエンジンルーム、まあいつも通り開かないんですけども、はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、ちょっと土方さん手離してもらっていいですか、うん、これあるあるなんですか。そう、ダンパ抜けあるあるですね。あんまりパーツ代もしないと、はい、あの数千円でもちろんあの納車前に機械直します、はい、納車の際に交換しますし、はい、まだ何年か乗っていただいて乗れちゃっても、うん、そうですね、パーツ代も安いということで安心していただけるといいんじゃないかと、はい、そしてエンジンの方はもうこの辺もおさらいになりますけれども、うん、2981cc、はい、ライトサイジングターボですよね。おナノサイジングって言わないんですよ、ね、はいはい、450馬力、うん、カレラ S プラス30馬力、トルクの方が 56.1kg、うん、で0100が 3.6 秒ということで、うん、そして7速 PDK ですけども、なんか読み物読んだら GTS セッティングとかって書いてあるなあったんですけど、うん、あ、そうなんですか。モデルによってセッティング違ったりするんですかね。なくはないかもしれないですけど、果たしてどうなんだろうっていう。確かに、はい、なんか GT3 だとまあ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 、まあ、当然そうなりますよね、はい、はい、いう気がしますけど、 GTS においてはどうなんだろうっていう気はしますけどね、はい、詳しい方、はい、知ってる方いらっしゃいましたら、はい、コメントいただけると助かります。そうですね、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、続いてリアの灯火とマフラーの音を確認してみたいと思います。お願いします。ドライブで、はい、行きましょう。参りましょう。紹介にだいぶ漏れがあるんで、はい、じゃあ道路に出ながら補足させていただくと、うん、今回の車は繰り返しになりますが、はい、カーボンインテリア、うん、レザーパッケージ、はい、カーボンステア、うん、シートヒーター、うん、ガラスルーフ、はい、あとテックアウトのエアロ、うん、タイホイール、うん、だと、まあ、標準のものとしてスポクロ、スポエキ、はい、あとは PDV プラス標準でございます、はい、あと4駆じゃないや、ごめんなさい、うん、4WS は今回の車はついてないということで、はい、どうすね、あと PDCC も、うん、今回の車はついてないと、はいはい、とにかくオプション多いじゃないですか。まあね、ポルシェはね、販売店はうちなんかなるべく調べて書きますけど、うん、書いてなくてついてるとかっていうのもあるパターンです。ああ、確かにありますね。ぜひ気になる方は原車確認をしていただいて、うん、いや、もう絶対した方がいいです、はいはい、あとその車の雰囲気って重要じゃないですか。そうですね、なんかいいなっていう、うん、あとは逆パターンも、うん、あれ距離薄いし綺麗だし、うん、いいんだけどあれなんか違うな。ありますね。ありません、ありますよね。あります。それってすごく大事だと思うんですよね。はい、というわけで今回は助手席で土方さんドライビングを、はい、いや筋肉痛っていう、うん、おじさんなんで筋肉になっちゃったんですね。そうですね、はい、はい、しょうがないですね。失礼しました。はい。
いや GTS でもいいっすよね。いや思いますけど、うん、いいですよね、うん、僕からしてみたら、うん、GTS は当然なおいいんですけど、うん、S でも 4S でもまあ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 、まあ、全然、はい、やっぱポルシェっていいです。それぞれ良さありますけど。そうですね、 GT3 まではちょっといらないんだよな、彼らだとでも寂しいんだよなっていう人は、うん、ベストバイじゃないですか。だと思いますよ、うん、標準のものもいろいろ多いですし、はい、そうなんですよね、はい、センターロックにもなるし、はい、はい、確かに足は割と固めですね、うん、今、はい、しっかりしてる感じ、はい、標準ですけど、まあ、1インチアップしてるのと、はいはい、ただ全然乗れない感じはないです。あ、それはないですね、はい、突き上げも、うん、はい、まあ、多少ありますけど、はい、それほどスポーツカーから考えたら、そうですね、スポーツカーって感じですね、はいはい、めちゃくちゃ良くもないですけど、うん、全然乗れます、全然乗れます。でやっぱり究極 1.1 と 1.2 でもだいぶ乗り味が、まあ、エンジンが当然違うのもあるんですけど、はい、だいぶ違うということで、うん、はい、特に飛ばした時のフロントの接地感が全然違うらしいですよ。1と 1.2 の、なるほど、それはあのテックアウトの人が言ってました、うんうん、カメラマンがちょうど 1.1 乗ってるじゃないですか、はい、あ 1.1 結構フロント浮く感じあるよねって、うんうん、あれ 1.2 になるとだいぶいいよって言ってました、うんうんうん、アマチュアレーサーのヤバ運転する人なんですけどうわやべえ。まあ、そういう人が言うなら間違いないなと。うん、確かに、まあ、年々進化してますからね。そうですね、はい、ただこれどうなんでしょう、 1.1 と 1.2 のこの、はい、この大きな変化、うんうん、はい、やっぱりエンジンのこの NA ターボは結構言われるのかなって、はい、そのせいもあってか、うん、1.1 のマニュアルが今ものすごい値段になってるという、うん、そうなんですよ。行きましょう。行きますか。はい。じゃあ踏みますよ。はい。いいですか。はい。早い。早い。早い。ですね。全く当たり前なんですけど、はい、なんかこうマイナスな変化は全くないです。はい。やっぱりいいですね。すげーなー。大体だってターボだって言ってるのにもう信じられないこの鬼レスポンスですよ、はい、空ぼかししても本当ですよね、うん、NA ですよ。だって普通にこれはねすごいと思いますよ。音に関してはやっぱり結構大きな変化はあったなと思います。はい、うん、1.1 と 1.2 で、うんうん、確かに、まあ、当然ですよね。それタービンついてるかついてないかな。はい、いやでもいいな。その接地感とかって言われちゃうとね、はい、その高速域というか何日本の、ギリギリの120キロで巡航してみて乗り比べないと何とも言えないですけど、こういう風に走ってる感じでは何とも違和感ないですし、じゃあ991.2の違い分かるかって言ったら正直分かんないですけど、でもなんかこう普通に例えば80キロ90キロとか、まあ、今60キロとかですけど走った時にあるある独特な癖ってやっぱりもうほぼほぼないですよね991って、うん、それはいろんなの読みましたけど、うん、もう年々乗りやすくなってるって書いてある。そうですね、やっぱり、うん、すごくいいと思いますね、うん、変な緊張感はないですよね。はい、うん、確かにちゃんと楽しさというか、うん、そこだけ残ってて、はい、うん、普通に乗っていただけますから安心して。いいと思います。いやレザーのパッケージいいな、やっぱり全然違うもんね。いや何もついてないのもいいんですよ。そう、はい、悪くはないけど GT3 の何もついてないの。ああ、 GT3 とかね、うんうん、彼らとかでも何もついてないと思いますよ、うんうん、プラスチッキーな感じ、はい、ビニールな感じ、うん、いやでも豪華なのは豪華なってやっぱいいなと思っちゃう。なんかこう雰囲気がこの車は、はい、あの色のせいもあるかもしれないですけど、はい、すごくクラシックなスポーツカーに乗ってる感じがしますね。バイザーはあるかったな、ちょっとなんかここ考えてくれればいいのにと思って。これでも後から変えるんですよね。まあまあそうですけど、はい、でもなんかね
ルーフアルカンじゃないですか、ピラーから。だったらなと思っちゃいます。レザーのパッケージで今回ピラーもアルカンになってるんで、はい、確かにここは寂しいですよね、はい、うん、買いましょう、うん、それいろいろできるのいいですよね。ああ、いいと思いますね、確かに。純正でもいろいろできるし、うん、そこから超えちゃってるものに関してはテックアウトで何とでもできるし、うん、やっぱりあれだね、今こう普通のコンフォートというかオートのモードですけど、はい、なんかこうしっかり座ってる、落ち着いてる感じですね。モードも今、うん、そうです、全部ノーマルで流してるんで、はい、うん、やっぱりスポーツ、そう、はい、スポイキオンになりました、はい、あれスポーツモードにすると漏れなくアイドリングストップもオフになるんですよ、うん、オフになります ね、 そうですよね、はい、で今はいスポーツプラス、はい、ダンパーも硬くなって、はい、そうすると途端に引き締められた感じで、ああそうですね、はい、締め上げられた感じです。なんかこれだけ違いが出るとなんかいい感じですね。ああ確かに別の車っすね、なんか違うよね全然ね、うん、すごくいいです。あと思ったんですけど、作られてる音あんまりしないですね。しないですね。最近の車なんかこう、うん、いろんな作られてる音するんですけど、はい、それはしないですね。G2 の GTS はあんまりしないですね、うん、エアから本当に排気音と、はい、ね、するぐらいなんか、うん、うわめっちゃいい音してるね。やっぱりターボを相当こもってるっていうけど、うん、僕マフラーと回転数次第だと思うんですよ。あ確かに488とかもやっぱり458のあの抜け感のある音にはかなわないですけど、はい、あの車外マフラー入れて高回転まで回してる音とかめっちゃいい音する。あめっちゃいいですよね、うん、そこだなっていう、うん、なんか改めてこう488とか乗るとね、この間もちょっと撮影の時お話しましたけど、あなんか今なんか乗るとすごくいいなっていう新鮮さもありつつ、あこういう音だったっけかなってなんか改めて思います、はい、あれいい音じゃないかみたいな感じです。やっぱり人間アップデートが必要なんですか。必要ですね、はい、うわおお。なんか逸脱しそうな感じはしないですよね、やっぱり。なんでしょう、この四駆みたいなあの、うん、絶対的な安心感じゃないんですけど、うん、もう全然余裕で曲がっていけるんだろうなっていう感じがあります、はい、車が受け止めてる感じですよね。そうですね、はい、991が出て、うん、もう結構経ちますよね。あそうだね、 1.2 がもう出て、うん、1.2 が6でしたっけ、7でしたっけ。そうですね、そのぐらいですよ、ね、はい、そのぐらいです。でも言っても最初の方のやつだと立ってるじゃないですか、はい、そうですね、これでも4年落ちですか、はい、はい、だからもちろん新車の保証も切れてるし、うん、ポツポツとこう故障とか、うん、消耗品の話も出てきたじゃないですか、はい、でよく聞くのは、うん、ダイナミックエンジンマウント。ああそうですね、あれの警告が入るのがあるんですか。はい、はい、ありますね、うん、で結構それが値段がすると、うん、そうですね、結局あの電子制御の硬くできるエンジンマウントですよね、はい、うん、そうです。ただはい、例えばですけど、はい、それをそのまま当然新しいものに変えてもいいですし、制御なしの普通のエンジンマウントに、はい、はい、ね、なし車のマウントもついちゃうんですよね、はい、そうなんですよ、その特に問題もなくつけられるので、はい、で警告に関してはなんかそのコーディングで、うん、そうです、この車はダイナミックエンジンマウントついてませんよっていう設定に変えてあげて、はい、おーい気持ちいい、はい、であげればそうなんですよ、はい、できるということで、はい、そうするとなんかパーツ代も随分安く全然安いですよ、できるっていうことで、その辺もご相談いただければ、はい、なかなか多分ディーラーだとそういう対応も難しいと思うんですよ。そうですね、ですよね、はい、やっぱりそれがこうショップなんかの単位でこう触れるようになってくると、うん、はい、まあ、そういった対応もしやすい、うん、まあ、基本的に純正っていうかディーラーだと純正対応ですからね。そうですね、そのまま同じパーツの交換ってなってきますから、
だからまあなんかパーツタイヤ一つ取っても、うん、はい、じゃあ変えましょうって言った時に、うん、あのうちみたいなショップ単位だとやっぱり選択肢もすごく広がるし、はい、まあ、予算だったり乗り方に応じていろんなものも提案できるんで、そうですね、そうするとまたこの新車の時と違った楽しみ方っていうのが出てくるのかなっていう、そう本当そうですよ、楽しめるじゃないですか、いろいろ、うん、まあ、だからその国によってその基準違うのはまあ致し方ないんですけど、うん、まあ、ドイツでもそんなにこうガバガバというか何でも OK っていうわけじゃないんですけど、はい、ちゃんとこうチューナー文化があって、うん、やっぱりこう純正で満足できない人は、うん、それを受け止める体制ができてるじゃないですか、はいはい、そこもうちょっと日本もこうなんかね、もうちょっとできるようになってたらいいなと思いますよ、ね、はい、はい、そうなんですよ、なんかもう純正級のクオリティのものが、うん、純正じゃないとこからちゃんと供給されてて、うん、はい、内装しかり外装しかり、うん、はい、あとは今回の車一応純正品はパーツ全部ついてる、揃ってるということで、はい、そうですね、タイヤホイールもあるんですか、あります、はい、じゃあまあまあ究極のところは、うん、はい、問題ないと思います、だとよくコメントなんかでもいただくんですけど、はい、ディーラー入庫できますかみたいな、うん、はい、それに関しては、ディーラーさんごとの基準もあるんで、そうですね、うちで入れますっていうのはノーマル以外やっぱりちょっと答えられないというか、そうですね、はい、ただお世話になってる普段利用してるディーラーさんに、まあ、こういう状態なんだけどとか、うん、もしくはこういうことしようと思ってるんだけど大丈夫ですかって事前に聞いていただいた方がいいですよね、はい、確認取った方がいいですね、はい、ただまあ大抵のものに関しては整備だったり修理だったり、うん、はい、全部、はい、本土名古屋でできますんで、はい、問題ないかなと、うん、大丈夫です、いやいいな、うん、なんかこういう風に普通に、はい、超高速域じゃなく、はい、この流れで50キロ60キロでこう一定で走ってる時も特にね何も違和感ないですし、もっと飛ばしたい、なんかもっと飛ばさないとみたいな、あ、迫られる車にこう、そう、せっつかれてる感じはしないですよね、全くしないですね、ドライバーのペースでのんびりも走れるし、うん、そういうところがポルシェのいいところですかね、特に GTS とかだと、そう、懐深いんで、なんか GT3 だともうちょっとと、うん、GT3 とかだともうちょっとこうもっと速くもっと速くっていう感じはある気がします、うん、もっといけもっといけって言われてる感じがあるじゃないですかそういうのがないので、確かに、うん、でもやっぱりこの PDK も超優秀ですね、速さ、キレの良さすごくいいですね、でもこれだけ、うん、その速く走ることを追求して、うん、るメーカーで、うん、PDK これだけ普及させたのに、うん、現行車においてまだマニュアル設定してるっていうのもすごくないですか、すごいよね、分かってらっしゃるもうだって絶滅しますよ、はい、マニュアル多分、そうですね、そうですよ、どう考えたってね、マーケットというかその台数的には相当少ないわけですから、だって本当に今ほぼないんじゃないですか、ほぼないよね、そうですよね、あ、国産車とかでもごく一部だし、うん、もうスポーツカーでもオートマが当たり前になってるじゃないですか、うん、なんかもう限定的なイメージだよね、最近のマニュアルの車って限定車でマニュアル出ますみたいな、そんなイメージ、というわけで今回の車は、うん、まあ、内装がこの色とボディカラー、うん、これなんで、うん、まあ好みもあるでしょうけど、たまの方がいらっしゃれば、はい、かなりお買い得でいい車じゃないかなと、うん、はい、間違いないです、まあ、でも言ってもボディカラーだったりも今ラッピングとかでどうにでも仕様がありますからね、うん、そうですね、はい、はい、そんなのしていただいてもいいのかなって、うん、なんか例えばですけど、はい、この個体で言うと、はい、その内装がボルドーレザーで、はい、表は普通に白、はい、キャララホワイトじゃないですか、はい、で車外のアルミがちょっとグレーガンメタ系じゃないですか、はいはい、なんか極端なこと言ってしまえばクレヨン系だったりのラッピングしてもそのままこのまま似合っちゃいますし、全然ありだと思うんですよね、黒系でもありですし、
全然いけると思います、まあ、そうやって楽しんだ方が僕はいいと思います。確かに、うん、じゃあその辺もいろいろご相談いただければ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にありますけども、はい、最初にも触れましたけども、うん、今911の中古車市場がかなり大盛況ということで、うん、そうですね、まあ、上が降りてきてないっていうのもあると思います。それはありますよね、はい、車が結局ないので、うんね、今乗られてる方とか、はい、で特にこうやってカスタマイズされた車、うん、かっこよく決まってる車であれば、うん、買い取りなんかももうぜひ言っていただければと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はポルシェ911カレラ GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。